アレックス・ジョング・ローザは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長201センチメートル、体重99キログラム。ポジションはセンター。ケンタッキー大学及び NBA で、スター選手として活躍したが、大学時代に、八百町に関与したことが発覚し、1951年に、リーグから永久追放処分を受けた。 1948年ロンドン五輪金メダリスト、アレックス・グローザは、オハイオ州、マーティンズ・フェリーで生まれた。2歳年上のアニルーは後に、NFL でプロボールに9度選ばれ、殿堂入りも果たした名選手である。アレックスも優れたアスリートであり、高校時代には1試合41得点を挙げるなど、目覚ましい活躍を見せた。1944年には、 州のオールファーストチームに選ばれている。進学したケンタッキー大学では1948年、1949年と NCWA トーナメントに連覇を達成し、その両方でトーナメント MVP に輝いた。またオールアメリカには3年連続で名を連ねた。在学中の1948年にはロンドン五輪アメリカ代表に選ばれ、 チーム1位の大会平均11.1得点を上げて金メダルを獲得している。グローザは1949年のバードラフトにおいて全体2位でインディアナポリスオリンピアンズに入団した。オリンピアンズでは大学時代のチームメイトで同期入団したラルフベアードと共にチームのエースとして活躍した。デビューから2シーズン連続で オール NBA ファーストチーム入りを果たし、1951年に開催された第1回 NBA オールスターゲームにも出場した。また2年連続でフィールドボール成功率リーグ1位の記録を残している。1951年 NCWA において複数の競合大学の選手が工場的に八を調行為を行っていたことが発覚し、カレッジバスケット界を揺るがす。 一大スキャンダルとなった。NBA はこれを受け、グローザやベアードら大学時代に不正行為に関与した選手をリーグから永久追放することを決定した。このため、グローザはシーズン平均20得点を記録しながら引退した史上初の選手となった。NBA での成績は130試合に出場して、通算2925得点709リバウンドであった。 グローザは1959年にケンタッキー州ルイビルにあるベラーマイン大学のコーチとなり、1963年にはカンファレンス年間最優秀コーチに選ばれた。その後70年代には ABA に移り、ケンタッキーカーネルズとサンディエゴコンキスタドアーズでヘッドコーチを務めた。ABA では40試合を指揮して戦績は17勝23敗であった。またコンキスタドーズの ゼネラルマネージャーなど養殖を歴任した。グローザは1995年にガンのため68歳で死去した。ありがとうございます。